Eu até pensei em eu mesmo reimprimir e fazer com capadura. Esse projeto tá de pé ainda. Avase te, onaji sakufin no character de isho o soro eru koto dake. Watashi wa jibun no tame dake ni cosplay shite ii shashin o nokoshitai dake. Koka no layer to tsurumuki wa nai wa. Inui-san no shashin, kotte masu mon ne. Sore ni konkai wa Black Lily o suru kara stajio o kariru. Uau, olha, velho. Stajio? Aqui, ó. Só tem essa. Não tem mais. Acabou. Essas são as últimas águas. Sukko! スタジオ代割り勘するんで。ほう。スタジオ代何気に結構高いんだよね。そうなんですね。じゃあ俺も出します。どうしてあなたまで来るの？北川さんは自分でまつげがつけられないので、俺が化粧もしてるんです。本当なの？冗談でしょ。余裕で勝ちですよ。ないわって感じですよね。あなたのことなんだけど。 スタジオ代1時間で15,000円するのよね。割り勘にしたら浮いたお金が衣装に回せる。衣装に。ジュジュ様、無理言ってすみませんでした。私が言ったこと全然しかとしてOKなんで、ブラックリリーの写真マジ楽しみにしてます。しっこ。 仕方ないわね。特別に今回だけいいわよ。よかったですね。ではオレもそのアニメ見ないと。え、今から全部見るの？資料画像があればいいでしょ。はい、俺も初めはそう思ってましたが、ちゃんと内容を知っておいて キャラクターに合った記事を選びたいんです。トッピーさん、前回のヌルジョもワンとツ両方クリア しました。ね、え、感動しました。初めて部室に入った時部長が全裸で鼻。え、ちょ、感想はいい。<笑>フラワープリンセスレッツは放送終了しているんですよね。どうやって見られるか調べないと。私コンプリートボックス持ってるから貸すよ。 本当ですか？ありがとうございます。マジ？マジ面白いから一瞬で見れちゃうよ。 126話しかないから。 126？ Imagina se ele soubesse de One Piece. そうかそうか。その DVD 結構重いみたいだから、今度北川さんの家に取りに行ってくる。ああ、店のことはいいから行っといて。 Uai? Qual foi? 最近練習する時間あんまり取れなかったから、下手になってるよな絶対。 なったな。本当？おお。前は線がくわばってたもんだが、少し柔らかさが出てきた。そうかな。自分だとわからないけど。マリンちゃんの衣装作りがおめえには良かったんじゃねえか。衣装も。 おめえがしたんだろ。うん。おし。めそが。とだおらから。しっちょにてねに。そうすたの。神経を集中させるからな。おし。せもいたすたばの、さてにいぼせ。気をつくりてんなら、人形だけを見てちゃダメだぞ。いろんなもん見とけよ。インコスペンのやらら。必ず身になるからな。はい。 Oxe, tá matando de graça? Para! Tá matando de graça? Tá matando de graça?
Tem que pagar pra me bater. De graça, não. Agora ele viu o bico. O cara tá impressionado. Os mamilos. Viu os mamilos? Ih, olhou no espelho. Já era. Vai ficar vermelha. Lentes coloridas! Oh, nem percebi, mano! Calma aí! Para! Nem eu! Calma aí! Fui assistir Brava Princesa. Agora precisamos medir a distância entre os... Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Rosa. Olho rosa. Agora tá? Castanho, escuro. Tá aqui, isso aqui, isso aqui.気にするのそこなんだ。お待たせ。もう大丈夫。はい。お邪魔します。どうぞ。ふらわせながら。これ。よかったら。嘘。買ってきてくれたの？はい。俺も前いただいたので。サンキュー。プリンじゃん。うまそう。はあ、焦った。 すっぴんはもう見られてる。 Brincadeira do nada. Que cor era o coisa do vestido dela? Não sei por quê. Da camisola. Não sei. Mano, eu sou sincero, eu tava vendo os airbags gigantescos. Eu tava vendo super airbags. Você acha que eu vou ver cor de roupa? Respeita a minha pessoa, rapaz. Respeita a minha pessoa, mano. Vou ficar perdendo meu tempo vendo cor de roupa. Acerta. すっぴんはもう見られてるから今更だけど、カラコンないのマジに。 Sinceridade a milhão, mano. このプリンめっちゃ並びますよ。嬉しい。ただどうしよう。よく考えたら衣装のためとはいえ、俺友達の家に上がるの初めてだった。しかも北川さんの家。 まずい。緊張しすぎて発想。早くDVD受け取って置いてましよう。アシネルドルーフィン。なんでしょうか。せっかく家まで来たんだしさ、一緒にDVDで見てかない？いい。なぜ？ちょっと見てった方が持ってくのは軽くない？いや、でも。まあ、上がってよ。ああ、ヤラキア、コンパニアデイ、あ、とどこす。 お邪魔します。ボタパ本番。どうしてこんなことに。私の部屋。北川さんの部屋。微妙に散らかってるけど、適当に座って。失礼します。Meio bagunçado, olha lá. Uai. Itagawa-san の部屋ですね. Tem nada de bagunça aí. そうだよ。 若菜は病で緊張しなくなった。母さん、母さん、そんなに私が邪魔だったの？私なんかいなければよかったの？レオン、私はただ愛して欲しかっただけなのに。相馬くん、 相馬くんも、私じゃなくて。まずい、あ、マリンたちが泣いてる。ねえ、ダメだ。えー、もう闇を解き放ったら。
consumido pelas trevas. Não! Já era. ネオンお姉様がブラックロベリアになると外見が随分変わりますね。そうなんだよね。まさかネオンお姉ちゃん。そうしよう。私はネオ。ネオお姉ちゃん。どうして？シオンたんもお姉たまだって分かんなかったみたいな。なるほど。あれがフラワージュエルですね。本当に真っ黒。超やんでるよね。もう。ユウユウ、帰ってミライ。私は他のプリンセスなんかと一緒にいたくないの。てかシオンタン、お姉たま以外に当たり鬼強じゃない？かわいすぎる、無理。シオンちゃんは幸せはいつまでも続かないって言うけど、悲しいことや辛いことだっていつまでも続くんだよ。うるさいうるさいうるさい、あんたには一生わかんないわよ。あんたみたいなお気楽のお天気バカに。魔法少女なのに魔法を使わずほぼ殴り合い、これは一体。いや、五条くん来た。この二人が以前言っていた、そう、こっちがシオンタンの片思いのサクヤくんで、こっちは未来だそのお兄ちゃんのソーマくん。ほら、なんか二人近くない？本当ですね。そして二人とも顔がいい。二人の制服、うちの制服に似てますね。エイタ。てかこれ、おうちデートってやつ？うわぁ。待って待って、やばい。絶対そうでしょ、そうだよ。だって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 、最近おじいちゃんいるから違うけど、久しぶりに。二人きりだし。か、出勤。これ。嘘、待って。めっちゃ。ハハハ。recupera o fôlego。出勤ピタおうちデートやば。最高。なだめかわいいポジションや。永遠に続いてほしい。ela tá muito apaixonada, velho. Tragou o clima. Neo que não tinha プリン以外きちんと食べてませんでしたね。そうですね。何か買ってきましょうか。うん。私作ってくるから大丈夫。五条くんも食べる？Não。いいんですか？北川さんの手料理。Mano, esqueceu? Kitagawa-san no te ryori. Ah, lembrou. Ore ga yarimasu. É? Ii yo. Ah, ele cozinha bem. Gojo-kun ni wa itsumo tsukutte moratteru shi. Kyou wa makasete yo. Uma roupa aí. Yotto. Nani? Mentira, põe não. Tá demais. Yobo.モーブラじゃん。まあ、いっか。バレてないでしょ。Será? Será que não vai mesmo? 玉ねぎ。15。オムライスとか？っていうか。うん。やっちゃう？そんなんからやば！めっちゃ女子が、はい！Não escapa não, não confia. Ayaku, tsukure, tsuno! Eu medo dela cortar o dedo. Nossa!
目染みてきた。もう玉ねぎマジ意味わかんない。つーか何？何これやばい。天才なんだけど。オムライス楽勝すぎだし、あと卵でくるむだけじゃん。あ、desculpa。Escreveu。いただきます。どうぞ。途中、ほんと途中まではいい感じだったんだけど、卵使い切ってやり直せなくて、その、やっぱ食べなくていいよ。ごめん。塩コショウの他何か入れました？え？うん、鶏ガラスープの素と醤油をちょっと入れたかな。そうか。ele gostou? それでこんなに美味しくなるんですね。え？これ入れたことなかったのでいいですね。え？なんか気使ってない？はい、使ってませんよ。おー、オーポーステル。あっぱい。美味しいです。よかった。私も食べよう。はい。いただきまーす。うち、和食多いから、こういうの新鮮でいいな。今度、うちでも作ろう。北川さん、本当に好きなんだな。チャーハン。たとえそれが本当でも、私は戦う。Ela já deve ter passado por isso. Por isso que ela tem até o bagulho de lencinho preparado. É tipo o chat com a gente quando a gente tá chorando. Aí o chat, agora chat. Aí começa a chorar antecipado. É. O chat. One Piece. Aí o chat, vai o lencinho aí, casal. はっきりとはまだわからないので、完成後でお願いできますか？できるだけ抑えますので。そう、わかったわ。ありがとう。髪と化粧はどうしますか？それはいいわ。自分でできるから。わかりました。そういえば、乾さんの今までのコスプレ写真をすべて拝見したんですが。すべて見たのね。はい。二重の幅はわかりますが、目の形そのものが乾さんのと違う写真が時々ありますよね。あれってどうされてるんですか？ああ、あれはテーピングよ。テーピング？スマホの。やって、気にしたね。おお。見えてるかしら？はい、大丈夫です。これよ。コスプレ用のテープを使って目の形を変えてるの。例えば大きく見せたいなら目の上やおでこの真ん中あたりを上に向かってテーピングするのよ。こんな風にテープで留めればある程度は変えれるのよ。リフトアップや顎周りをすっきりさせることもできるし、細くしたり釣り目にしたり、逆に釣り目を垂れ目にもできるわね。あ、それを使えば雫たももっと垂れ目にできたんですね。勉強になります。今まで知らなかったの？はい、前回が初めてだったので。嘘でしょ。まさか衣装も初めて作ったの？そうです。なので至らない点が多くて。だから北川マリンの写真はカメラじゃなくてスマホで撮ったものだったのね。あなた本当に。いいわ、今回の合わせは私たちのカメラで撮ってあげる。タッチ言ってなかったかしら。私の写真は妹が撮ってるのよ。そうだったんですね。妹さん写真お上手ですよね。背景がキラキラしてて。編集ソフトで加工してるのよ。肌をきれいにしたり、目の色を変えてるの。すごいですね。Acho que essa daí fez meu curso. あなたたちもカメラアップで。Fez meu curso. 乾さん。何よ。もしよろしければ。Funciona. 入れていただけませんか。
知らないことばかりで。あの子まだ中学生で、あなたの家まで行くと帰りが遅くなるから。それは俺が伺いますので。わかったわ。じゃあうちの近くのファミレスでいいかしら。はい、大丈夫です。また連絡するわ。はい、よろしくお願いします。カメラもだから、パレスもファイ。そういえばイベントの時もみんな立派なカメラ持ってたな。はい、私も行く。私もカメラ教えてもらいたいんだけど。わかりました。乾さんに聞いておきます。サンキュー。マリン、うち腹減って死にそうなんだけど。ごめんのは、先に店入ってて。てかジュジュ様、妹いるんだ。きっと全体的にジュジュ様小さくした感じで、くっそ可愛いんだろうな。わかります。想像できますよね。楽しみすぎる。集めました。ほら、また猫背になってるわよ。ごめんなさい、この子緊張してて。おっしゃ、mais nova. Mais velha. É a mais nova, é maior. Ah, tá. よろしくお願いします。Parece que é o contrário, mano. Oxe, as ideias. Só...想像してたのと違った。というか、中学生？中学生でそんなの？半端ないんだけど、何センチあんの？北川さん。164センチ。178センチです。すっごいいいな。Ele achou que era. Ele achou que era do peito. Até eu.Achei que ela tinha perguntado do peito. Porque a câmera deu um foco, né? É, e depois foi nela. Eu falei, oxe. Mas tem 1,78, mano. Poxa, velho. Grande, hein? É. Bicho é grande. Tu é doido? Tá, bicha grande da fé.